アレクサンダーの角付き球面。アレクサンダーの角付き球面は、1924年に、ジェームズ・ワデル・アレクサンダー2世によって発見された、トポロジーにおける病的な対象である。ジョルダン曲線定理を拡張したジョルダン、シェーン・フリースの定理、それをさらに高次元へと拡張した主張、N 次元空間 RN に埋め込まれた、次元球面、SN-1 に対し、 RNSN-1 の誘拐な連結成分の平筒積みは N 次元単位球とアイソトピックである。に対する3次元における判例として知られている。アレクサンダーの角付き球面は3次元のユークリッド空間での球面の特殊な埋め込みである。最初に一つのトーラスから始める、次の構成によってそれは得られる、トーラスのラジアルスライスを取り除く。 他方の側のそのトーラスへインターリンクするように、切断したおののの側へ、穴の開いたトーラスを接続する。その追加した二つのトーラスのおののについて1から2の段階を行う。このような操作を再帰的に何度も繰り返す。いずれの段階においても取り除かれないそれらの複数のトーラス上の点だけを考えると、球面の埋蔵の結果は一つのカントール集合を持って取り除かれる。 カントール集合の二つの異なった点は少なくとも、その構成において、一定の距離を保って離れるから、この埋蔵は、球面全体へと広がる。アレクサンダーの構成の各々の段階での角の数を増やすことで、他の角付き球面を作り出すよう、アレクサンダーの構成を一般化できる。または高次元での類似の構成を考えることもできる。 このような野生的な球面の構成に対して他の実体上異なった構成が存在する。アレクサンダーによって同じく発見された他の事例はアントワーヌの角付き球面である。それはカントール集合の三次元球面への病的な埋め込みであるアントワーヌのネックレスに基づく。ありがとうございます。